皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回もファイナルソードをやっていくよ。このゲームも残すところラスボスのドラゴンだけになりましたね。なんだかんだここまで駆け抜けてきた感じはあるよね。それで今は何をやってるんですか？前回少し苦戦する場面もあったからラスボスと戦う前に最後のレベル上げをしてるんだよ。前のワイバーン戦に関してはレベルで負けたというよりは普及でやられてた気がするんですが、レベルが高ければあの崖で落ちることもなかったから多分レベルが高くても落ちてたと思いますよ。ボス戦で一番気をつけないといけないのは崖だということなのか。とりあえず60まで上げました。さすがにこれ以上は要求経験値が多すぎて上げるのはめんどくさくなってきたね。今までのレベルでも戦えてましたし60でいいんじゃないですかね。それもそうだね。それじゃ早速進んでいこう。で、中ボスが出てきたんだけど、これは倒していかないと先に進めないんだろうか。さすがにここで出てきたってことは倒さないとダメなんじゃないですかね。もうドラゴンしか来ないと思ってたのに。でもここは雪山と違って凍らせられることはないし、そんなに苦戦はしなさそうだね。ほら、溶岩から早く出てこい。リバイアさんっていうからどんなやつが出てくるのかと思いましたけど、普通に気持ちが悪いモンスターが出てきましたね。リバイアさんって普通竜の形をしているもんじゃないのか。普通はこんなに気持ち悪くないことだけは確かですね。まあいいや、とりあえず周りを掃除してリバイアさんを溶岩から引き離そう。今そこでミノタウロスが湧いたんですけど大丈夫なんですか？多分大丈夫なんじゃないかな。近づかなければきっと気づかれることないと思うし。普通に気づいてますけど。あいつ目が良すぎるだろ。そう、リバイアさんと戦う前にこんなに苦戦するとは。というかリバイアさん全然前に出てこないな。これは雑魚敵が出てくるボスの辛いところですね。ちょっと今目の前で湧いたんですけど、ここまでやってきて思うんだけど、このゲーム雑魚敵のリポップが早すぎるんだよね。だからどれだけ倒してもすぐ湧いちゃうっていう。囲まれるのが辛いですよね。まあ今は囲まれるとかいうレベルじゃないんだけど、しかしこれだけ固まっていれば僕にだってやりようがある。まずは動きを止めてと、ここにチャージ攻撃を入れる。おいいダメージが出ましたね。固まってるところに複数ヒットの攻撃を入れましたから音が気持ちいいですね。このリバイアさんにもとっとめ攻撃が効いてよかった。中には効かないボスもいますからね。この魔法が効くか効かないかで本当のボスか中ボスかで分かれる気がするよね。というかミノタウロスまだ生きてるのかよ。マジで邪魔だな。ミノタウロスが前衛を務めてるのが面倒ですね。しかも2体の移動速度に差があるからなかなかいい位置で止めれないし、でも今のままじゃラチが開かないしここで使っておくか。タイミングよく攻撃食らっちゃいましたね。今のは仕方ない。とりあえずミノタウロスだけでも倒して今後楽にしていきたいね。いや耐えるんかい。ミノタウロスの耐久おかしくないですかね。僕のレベルも60だからもう少し簡単に倒せてもいいと思うんだけどな。キーその攻撃は怖すぎるって。いや待てよ、これもミノタウロスを無視してリバイアさんをこ。そんなことなかったわ。本当にいいところで攻撃してきますね。このボスのギミック買ってくらい邪魔してくるよね。どうにかして動きを止めて排除したいんだけどなかなかタイミングがないのがな。これも当たってないし、この魔法もなかなか範囲がシビアなんだよな。ってなんだ今の犬は。さっき倒したケルベロスがまたポップしちゃったみたいですね。だからリポップが早すぎるっての。そう、なんだかんだまた囲まれる形になっちゃったじゃないか。これはうまく雑魚を処理してリポップまでの間にリアヤさんに攻撃をしていくってことをしていかないとですね。ちょっと難易度が高すぎませんかね。あ、でもなんかミノタウロスが一人だけ離れてるな。ふふ、わかめ油断したな。一人だけ前に出たということはお前から倒していけばいいだけの話だ。さっきからこの一人に死ぬほど苦戦していたじゃないですか。まあこのミノタウロスも疲弊しているはずだから。ふん、なんとかミノタウロスを倒せたね。もう目的が変わっちゃってるじゃないですか。この後まだこいつらと戦うと思う時が重いな。でもミノタウロスがいなくなった分楽になりましたし、今がチャンスですよ。確かにリポップする前に削っておきたいね。なんだかんだリアヤさん以外はいなくなったし今がチャンスだ。目の前に犬がいるのが怖いですけどね。犬なんかより後ろからミノタウロスが来たんだが。マジでリポップ早いですね。リアヤさん自体は強くないのにこんなに苦戦するなんて完全に予想外だった。これがファイナルソードなんですよ。果たしてこいつを倒すことはできるのだろうか。なんとかここまで削ることができました。本当に時間がかかりましたね。途中から気がついたんだけど最初の場所はミノタウロスのボックする場所が近すぎたから辛かったんだよね。つまり場所を移動すればミノタウロスと戦うことはないってことなんだよ。あんなに苦戦したミノタウロスの対策がまさかのアナログとは。これがファイナルソードをここまでやった男の頭脳だ。今後あまり使うことのなさそうな頭脳ですね。ふ、最後は雑魚モンスターにも見放されたか。そんなかわいそうなお前を今すぐ楽にしてやるからな。だから早く倒れてくれ。心からの叫びが出ましたね。長い戦いだった。さて倒したら何が起こるのかな？は？宝箱だけ？あんなに頑張ったのに宝箱だけとか悲しくなるんだけど。まだ決めつけるのは早いですよ。きっと最後のステージですから強い装備だったりがもらえるはずです。このゲームの今までの傾向からすると薬草とか全然あるから怖いんだよね。ここまで来て薬草なら切れちゃいますよ。超人なら動く床から落ちた時点で切れてるんだよな。
さて、箱の中身は何だろうな。魔法ですね。いまいち喜べないけど、かといって嬉しくないわけでもない中身だったね。でもきっと今後活躍する魔法なんですよ。今後って最後のドラゴンくらいしかないと思うんだけど、まあいいや。それじゃサクサク前に進んでいこう。ここは1エリアごとにモンスターを倒していかないと進めないギミックみたいだね。しかし所詮は雑魚モンスターレベル60の勇者様が一掃してくれるわ。本来ならクソ面倒なギミックとして悪名を轟かせていたんでしょうね。このステージをやってて思うんだけど、面倒くささで言ったら雪山の方が随分と面倒だったよね。雪山は凍らせられるのが厳しかったですからね。なぜあっちが最終ステージじゃなかったのか。さて、ステージの最奥まで来たけど、ドラゴンはどこにいるんだろう。ここら辺だと思うんですけどね。なんだか見覚えのある魔法陣が出てきましたよ。これに乗ればとうとう最後の戦いか。ここに来るまでなんだか長かったような短かったような気がするね。何締めに入ろうとしてるんですか。今までの傾向から言えばここからが長いんでしょう。確かにそれは否めないね。さてここから何時間かかることやら。とりあえずはドラゴンの攻撃をある程度見てモーションなんかに慣れていかないといけないですね。レベル的に瞬殺されるってことはなさそうだから、完璧に見切らなくてもできるだけ避けていきたいところだね。というかこのドラゴンはどんな目的があるんですか。人類を支配するのが最終目的みたいだよ。この世界の人類100人もいないと思うんですけど、あれを支配したいってなかなかスケールが小さいですね。きっと世界のあちこちにはまだ人類がいるんじゃないかな。それじゃ戦っていこう。まずは回復してどんな攻撃でも持っていかれないようにしよう。一回帰って回復してから来ればよかったのでは。どんな敵か気になって回復してから来るって考えはなかったよね。まあ僕も今回はラスボスってことだから、しっかり事前に知識を入れてきたから、回復なんてしなくても勝てるかもしれないんじゃないかな。事前知識というと、このドラゴンはさっきリヴァイアさんを倒して手に入れた魔法メテオを当てると少しの間気絶するんだよ。つまりメテオを当てて殴るといいんだ。事前知識というよりももはや攻略法じゃないですか。まさかここでさっきの魔法が役に立つとは。これなら楽に倒せるぞ。でもさすがに気絶の時間は短いんですね。まあこれで長い時間気絶してたらラスボスが最弱まであるからね。今までのボスと違って明確なダメージの与え方がありますから、弱さで言ったらだいぶ弱い気がしますけどね。それは言ってはいけないお約束だよ。でもいくら弱いと言ってもブレスの火力はそれなりにあるから少し怖いね。やはり回復を買ってくるべきだった。だから準備をしてから来いとあれほど言ったのに。仕方がない。ここは今までために貯めていたステータスアップのアイテムを使っていくしかないか。そんなアイテムがあるんですか。一時的だけど攻撃力と防御力が上げられるアイテムだね。今まではもったいなくて使えなかったけど、使うなら今しかない。さすがは今まで温めたアイテム、いい火力が出ますね。今の感じのまま削れるなら結構簡単に倒せるんじゃないか。へいへい、さっきのリアヤさんの方が強かったんじゃないか。この勇者相変わらず調子に乗りますね。ドラゴンの攻撃も完璧に見切っている。これは勝ったな。あ、ちょっとそのブレスは効いてないです。一体何を見切っていたのか。危ない危ない、ステータスを上げていなかったら大ダメージだったよ。それにしてもこのドラゴンおとなしいですね。確かにラスボスなんだからもう少し理不尽な攻撃をしてくるかと思ったけど、そうでもないよね。ってちょっとお前逃げるんじゃねえ。人類を支配するって言ってたのに逃げるとは無駄目ですね。いい機会だし僕も一旦体勢を整えよう。って回復してるじゃん。ここに来てラスボス特有の理不尽行動をしてきましたね。ひぃ、せっかくここまで削ったのに。少しでも回復する量を少なくするしかありませんよ。頑張れ、僕しっかり腕を振って走るんだ。あ、回復終わった。さすがに全部回復するわけじゃないんですね。さすがに全部回復されたら発狂してたよ。ふう、半分まで削れたね。今までの経験だとここから攻撃が変わりますよね。さてどんな攻撃をしてくるかな。ブレス勝者だと、これは避けれないけど一度は耐えるはずだ。非連撃は効いてないよ。これは運が悪かったですね。でも今の戦いでこいつの攻撃は完全に見切ったはずだ。これでクリアしてやる。果たして2回目でクリアできるのか。今回はしっかり回復も買ってきたから大丈夫だよ。よし、ドラゴンの HP も残り少しだね。今の落下をなさったことにしないでもらっていいですか。あれは夢だったんだよ。今回が本当の現実だから。動揺しすぎて尻滅裂なこと言い始めちゃいましたね。まあ今回勝てばさっきの落下はなかったことになるから。あの無駄な落下はなかったことにはなりませんよ。さてなんだかんだドラゴンの HP もあと少しだね。 HP 的には2回くらいチャージ攻撃を当てれば削り切れるんじゃないかな。はなんでそんなに落ちるんですか。今度こそクリアできそうだね。このステージでこんなに落ちる人そういないですよ。さっきの落下はチャージ攻撃中だったから止まれなかったんだよ。しかし僕も学んでいるんだ。もう落ちることはないぞ。その学びはイバーンの時にもしてませんでしたかね。人間は忘れる生き物だからね。すごく大事なことなので忘れないでもらっていいですか。さて今回は本当に勝てそうだね。最後はこれで決めてやる。サイクロントルネードハリケーン。絶妙にダサい技名ですね。
勝てばいいんだよ。なんだかんだ色々ありましたけどクリアできましたね。まさか本当にクリアできるとは。皆さんどうだったでしょうか。今回クソゲーオブザイヤー2020の対象作品であるファイナルソードをクリアしてみました。やってみた感想ですが、普通に面白いゲームだと思います。最近のクソゲーは虚無が多かったので僕自身無の感情でやっていることが多かったのですが、このゲームは比較的笑顔でできました。クソゲーオブザイヤー2020の対象作品ということで、もっとひどいと思っていたので期待以上でした。多少理不尽な判定や攻撃などはありますが、それもクリアできないなどがあるわけではないので、ある意味神ゲーとさえ思っています。いつもはネタでクソゲーをおすすめしていますが、このゲームはマジでおすすめです。興味が出た方はぜひ買ってみてください。というわけで今回をもってファイナルソードシリーズはおしまいです。最後まで見てくれていた視聴者の方ありがとうございました。今後もいろいろなゲームの動画を投稿していくので楽しみにしていてください。そしてチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。